ブリトニー・スカイブリトニー・スカイはアメリカ合衆国のポルノ女優、映画監督。本名ブランディ、デール・オースウェル。ニューヨーク州ロングアイランドでサウサンプトンハイスクールに入学。カリフォルニア州に転校し卒業。女優になる前は子供の寝室の設計を学び、小売店に勤務する。2001年、ポルノ女優のキャリアを開始。インターネットアダルトフィルムデータベースで確認できる。 範囲で506本の作品に出演し、6本の作品を監督した。2003年11月、サインプレックスエンターテイメントと独占契約を締結。アパレルメーカータプートのカタログモデルも務める。2003年6月15日、ゴルフの全米オープンをプレイ中のジム・ヒューリクに服を脱いで近づき花を渡そうとした。 体にはオンラインカジノの URL が書かれていた。1000ドルの罰金と6ヶ月の保護観察という判決が下る。2006年、アベンアワード受賞ベストクプル、セックスシーン。ありがとうございます。